宮崎牛とはそもそも何なのかっていうところは知らない部分も多いと思いますので、宮崎県内で、生産飼育されたこの黒毛和牛で、肉質等級が4等級以上のものを指します。殺処分するだけだったらお肉にして出せばいいんですけど、それもできないのはお肉の中にもウイルスが含まれていて、それをじゃあ食べ残しを残飯で出すと、今その残飯も例えば、飼料になったりするもんですから、そういうところから感染が広がる可能性もある。だから殺したらもう殺処分して埋却しましょうということになってます。で、A、B、自分の中で分かるようにしててください。うまい。 B じゃない、 A 食べます。おいしい、おいしい。で、今日皆さんに一生懸命その宮崎牛について説明したのは、まず宮崎牛っていうのがどんなものか知ってほしいっていうのと、味の違いがなんで出てきたのかっていうのを知ってほしかった。で、その味の違いにこれだけの価格差があるんだということも知ってほしかったし、その価格差がなんで生まれるのかっていうのも知ってほしかった。この価格を払うことで宮崎の農家さんをこれからも支えていこうっていう思いで物を買ってくれるとありがたいなと思ってます。